マイヤーリングは1957年のアメリカ合衆国のテレビ映画。1889年に起きたオーストリア・ハンガリー帝国の皇太子ルドルフと男爵令嬢、マリー・ベッツェラの侵入事件を題材にしたクロード・アネの小説「歌方の恋」を原作としている。アナトール・リ・トバク監督にとって同原作の映像化は1936年の「歌方の恋」以来二度目となる。 1957年2月4日に、BNBC のテレビ番組、プロデューサーズショーケースの一本として一度だけ全米で生放送された。その後、長く幻の作品とされていたが、ブラウン管に映し出される生放送の映像を映画に記録するという、当時の録画技術の機械で保存されたモノクロ映像を復元した白黒映画が、2014年1月4日から、 日本で劇場公開された。当時夫婦だったオードリー・ヘプバーンとメルファーラーの共演作である。左からレイモンド・マッセイ、ダイアナ・ウィンヤード、ジュディス・イブリン、メルファーラー、オードリー・ヘプバーン・オーストリア・ハンガリー帝国は皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の統治下大国として繁栄を誇っていた。その息子のルドルフ皇太子は父が決めた。 政略結婚への不満から何人もの女性と浮き名を流していたが、ある日、17歳の清楚な礼状をマリーと運命の恋に落ちる。二人は人目を忍んで密会を続けるが、妻子ある皇太子と厳格な男爵家のマリーの恋は皇帝によって強引に引き裂かれることとなる。思い詰めたルドルフは、マリーと共にマイヤーリングの資料館で一夜を過ごすと、眠るマリーを射殺し、 同じ銃で自ら命を絶つ。ありがとうございます。